福岡県福岡市。ここに黒酵母発酵液などのサプリメントを治療に役立てている先生がいます。クリニック細井皮膚科を開業している細井先生です。私まず、大体7年ぐらい前からね、末期がん患者をやってるんですよね。末期がん患者は大体三大療法ではね、対応できないってことはもう周知の事実ですよね。手術でもダメよ、抗がん剤でもダメ、放射線でもダメ。細井先生は日頃から食品である黒酵母発酵液を摂取しておくことの重要性を話してくれました。がんが1日大体3000ぐらい生まれてると言われてるんですよね、がん細胞が。それが本当に大きくなるかどうか、その人の免疫力にかかっていると。で、免疫力落ちたりすると癌細胞が増えていくから結局癌になってしまうと。だから私ここにいらっしゃる3人5人は4人は全部1日に3人ぐらい癌細胞生まれてますよね。それを日頃から免疫力に叩いておけば癌が増える、癌化するチャンスを失うわけね。だから予防になるということですね。予防になると、癌の予防になるということは、この人は健康にずっといられる。今からおよそ30年前に発見された黒酵母の発酵液は、さまざまなシーンでさらに良い結果を生む大きな可能性を秘めた原材料だったのです。